スミレは日本海軍の駆逐艦。仮称5520号艦、立花型駆逐艦6番艦として横須賀海軍交渉で建造された。艦名は植物のスミレによる。艦名としてはもみ型駆逐艦の18番艦、スミレに続いて2代目。春工後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。2番広格法に不具合があって修理を受け。 瀬戸内海に向かう。やがて、第11水雷戦隊は、瀬戸内海への機雷投下を避けて、日本海側に移動することとなる。5月27日に、舞鶴に到着するも、舞鶴人自府から、空襲の際に刺激となるとの理由で、舞鶴以外の場所へ移動するよう要請を受ける。そこで、6月に入って、オバマ湾に移動することとなった。 7月15日付で特殊警備官となって、マイズル陳述部隊に編入され、7月23日にマイズルに戻った後は終戦を迎えた。同年10月5日に除籍され、12月1日には特別輸送官に指定され、福音輸送に従事。その後、賠償官として1947年8月20日に、香港でイギリスへ引き渡され、同年に、 シンガポール沖で標的として処分された。艦長たちの軍艦誌370ページによる。高柳地下密少佐1945年2月10日、高柳地下密少佐1945年3月26日、若松武次郎尉1945年7月15日から。ありがとうございます。